はい、こんにちは、ギタリストのひろしです。今日は、エレキギターの魅力5選ということで皆さんにお届けしていこうと思います。これからね、ギターを始める人たくさんいると思います。どうして俺たちがね、ギタリストがこうギターを好きなのか、ギターをやっているのかね、そういうギターの魅力をお伝えできればなと思ってこの動画を作りました。早速行ってみましょう。1番、いろいろな音が出せる。これはね、ギターの本当に一番の魅力だと思ってます。エフェクターって言ってね、こう音を変える機械が足元に今あるんですけど、これを使うともうギターはもう変幻自在ですね。7色の音が出る。ギターは本当にいろんな音が出る。すごくそれは便利な楽器だなと思ってます。早速やってみましょう。エレキギターね、何もしないとこういう音なんですよね。ところがですね、このエフェクターというものを使うといろいろな音が出るんですね。早速やっていきましょう。ディストーションサウンドってやつですね。音が歪んでるってやつです。今弾いてみますね。もう一回言ってみます。音が歪んでるってやつですね。歪んでいる音ってやつですね。いきまーす。みたいなね、こういう音はロックバンドには必ず入ってる音ですね。ナチュラルな音、何もかけない音はやっぱペロンペロン、チャリンチャリンみたいな。だけどこの歪みっていうやつはなんていうんですかね、ギンギン、ギャーキーンみたいな、ギャーンみたいな、こう胸が熱くなるような音ですね。やっぱね、これは基本的にロックバンドに必ず使われてる音ですね。最近のバンドワンオクロックさんとかにも必ず入ってると思うんで、 CD と聞いてみてください。クリーンサウンド。みたいなね、こういうのはね、あのエレキギターのやっぱこれも一つの魅力だと思いますね。このクリスタルクリーン、いわゆるクリスタルクリーンっていうやつなんですけど、曲の中でね、こう聞かせたいところで、まあ A 面とかに使われることが多いですかね。あとはボーカルとクリーンギターのみみたいなところも結構そういうアレンジに使える音だったりしますね。こうこれはコーラスっていうものがかかってるんですけど、まあそれを説明していくとまた長くなっちゃうんですけど、そうですね、こういう音も出る、うん、ディレイサウンド。みたいな、これ本当はねこう弾いてるんですよ。ディレイをかけるとこういう音ですね。これは山彦ってやつですね。ディレイは遅れてくるって意味らしいんで、これなんかもう本当にギターにはもう最高ですね。最高のサウンドですね。大好き、俺が大好きなディレイ、本当におすすめですね。これは本当に楽しい。いろんなアレンジができるんですよ。例えばですね、ディレイでハモったりもできます。みたいなね。エレキギターとディレイは本当に魅力的だと思います。ワウ。ワーミーみたいな。2番目、家で弾ける。
こう家で練習できるってことはね、家で練習できるんですよね、エレキギターは。スタジオ、やっぱ、ね、ドラマーさんがいつも悩みは、やっぱスタジオでしか練習できない。これは本当に大変らしいんですけど、エレキギターはマンションでも大丈夫です。なぜなら、生音は何もね、エフェクターかけない、アンプを鳴らさない、だと、音はこういう音ですから。とても小さい。ペケ、なんていうんですか、ペケペケ。うん。これはね、ご近所迷惑にはなりづらいかなと思いますんでね。とても始めやすい楽器だと思います。3番目。曲作りに使いやすい。エレキギターはね、こう、コードをね、鳴らす楽器なんで、コードを鳴らす楽器なので、やっぱりコード進行で曲を作ることって多いんですよ、すごく。コード進行を作って曲を作る、メロディーを乗せていく。その逆もしかり、メロディーが頭に浮かんだのにコードをつけていく。これはやっぱ、まあ知識がさ、ね、必要になってくるんですけど、どんどん曲を覚えて、いろんな曲のギターを練習していくと、いずれは必ず作れるようになります。作れないといけません。いや、必ず作れるようになります。C G Fm Fm でいいんですけど、ここでいいんで、こういう鼻歌からメロディーって生まれるんですよね。やっぱりそれがやっぱりね、曲はミュージシャンにとってはミュージシャンは必ず作るもんですし、曲作りに使える、これはとっても魅力的ですね。ギターは4、かっこいい。バンドでギターっていうのが花形って言われることが多くてですね、やっぱボーカルの次に目立つ、そうですね、やっぱりかっこいいですね。かっこいいと思ってます、とても。はい、やっぱギタリスト、有名なギタリストの方はたくさんいますけど、やっぱり皆さんとてもね、花があって魅力的ですね。ギターはそうですね、やっぱ目立つしかっこいいです。5番目、楽しい。ギターの練習ってまあとても大変なんですけど、それが練習を重ねてって、たくさん曲を覚えて、1曲でも2曲でも覚えてですね、それをみんなの前で演奏するっていうのはもう最高の喜びですね。やっぱり初めて演奏した日のことは忘れませんからね、やっぱりそれは最高の喜びですね。最高に楽しい。ギター、まあそれは楽器全部に言えることなんですけど、多分、ライブをやるってことはやっぱり最高に楽しいですね。以上です。さあ、ぜひ、ギターを始めてみてください。ヒロシでした。